聞こえますでしょうか。はい。それでは、早速、ポケモン不思議のダンジョン、そら、やっていきますか。行くぞー。行くぞー。ちょっと緊張してきたね。これ、ここで、ちょっと、あ、そっか、PP もないのか。ちょっとやってしまったな、これ。PP、回復し忘れてた。飲むか。遅いけど。フェイント、いって、急所か。大丈夫。火の粉で能力上がってくから、倒せないことはない。お前か。お前のおかげか。もう二の蹴りで、そそくさと倒していく。大丈夫。倒せる。出し惜しまなければ負けることはない。行くぞ。俺はもうクリアする。クリアして寝る、今日は。マジ、喧嘩売らない。ちょっとゴーストタイプにいいやつはいない。ゴーストタイプすごい風評被害を受けるけど。雨乞いとか言って。いや、天候変えるのはもうめんどくさいから。ウェザボだけ打たれないようにして、二度蹴りで処理しよう、こいつは。よし、次の回に行きます。まだ即折りじゃないな。アシライスカーフ、ちょっと待って、バクーダとかいんの？怖いな。でも階段見つけたら降りたいよね。できれば長居はしたくない。もう罠踏むかもしんないし、いいことないよな、残ってて。よし、じゃあ行くぜ。一撃の弾いらない。そんなギャンブリングはいらない。降りようかな。レベル的には問題ないし、特にさまよう必要もない。拾いたいアイテムも特にないし。よし。おぶねえ、怨念かと思ったわ。もう。いや、眠りなんて可愛いよ、まだ。命のため来た、ドーピング。ここでのドーピング。行くぞ。よし、俺はクリアするんだ。俺はクリアするぞ。行くぞ。マジ、俺もう4週間くらい挑戦してて、もう発狂しそうになってっからな。こんなとこで負けることはできない。よし、一撃。一撃で、この、バシャモちゃんもこれ気合入ってっから、もうここら辺の敵全部一撃で倒すよ。まあ、レベル結構、上げすぎたってほどでもないけど、上がってるんだよね。引きが良くて。その、幸せの種をいっぱい拾ってて、レベルがめっちゃ上がるんだよな。ユカリを倒さない。一応俺だから。つつくでもいいけど、つつくちょっと死なないんじゃないかな。カウンター。よし、オッケーオッケー。二発で倒せるから。特にカウンター貼られてもそんなに怖くない。戦わない。このタイプとは。84回。火の粉。大丈夫。ルカリは怖くない。俺なんだけどな。ストーリー中の俺なんだけど、主人公がルカリオでした。キッキャッティン。いや。うわ、やばい。いてぇ、46。異常だぞ、火力が。よし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 。ルカリオ、大丈夫。だと思う。気合玉とか撃ってくるから。その、波動弾撃ってくるから、あんまり遠く、直線の移動するとちょっと危険だけど。もうガンガン二度蹴り。今日、強い技どんどん使う。出し惜しみしてたら負ける。まあ、レベルも上がるしね、経験値もらえるし。よし、箱は拾わない。よし、行くぞ、行くぞ。行くぞ！いっぱいある。ちょっと待って、大部屋怖いな。影坊主か。カゴの実、欲しい。ちょっと顔、カゴの実は欲しい。身代わり玉。悪くないね。よ、死なね。なんで臭いことすんな、お前。後ろから敵来てんのに。あれ、何？ヘトベターか。2発入れれば。落ち着くで。よし。じゃあね、身代わり玉めっちゃ出るな。もうこれだけありゃ、なんか、身代わり玉だけでクリアできそうな気もしなくもないけどな。まあ、オレンの実食べるか。おい。よし。実質敵をなんか、消す弾だからな。よし、行くぞ。もう、並んでんね。元気してるね。よし。もう、ベトベターなど、炎のパンチで一撃で消し飛ぶ。大丈夫。己を信じろ。幸せリボン、これ、あまりいいアイテムじゃないから拾わない。なんかね、
ダメージを受けた時に経験値が入るっていう。ガブか。喧嘩売ってもいいけど。どうすっかな。二度蹴り使って、まあ、経験値入るから倒すか。よし。ほい。395。ガブリアスとか出てくる。うわ、やばい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 。こんなやつと戦ってられない。炎パンチ。一撃持ってけ。よーし、いいね。いい火力だ。悪くねえぞ。よし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 。ちょっと待って、B 下がった。これ一撃で持ってかれる可能性。大幅に下がったとか言って、2段階、3段階くらいだとこれ多分下がってると思うんだよ。おかりを。うわぁどうすりゃいいんだよ。ちょっと待って。いきなりすぎる。あ、そういうことするのほんと良くないと思うんだ、俺。うん。怖いわ。怖いわ。ハーブのサーネ食べよう。逃げる。とはやることがえげつね。よし、早く階段を見つけろ。そして、ルナティング。大丈夫よ、私。いってマジ、ダメージ、あ、えげつない。ちょっと、今の急所だから、まあ、あんなに食らったんだけど。最高で、痛い、ちょっと痛い、全部すべてが痛い、お前、マジで。消えるがいい。お主となんて戦う。うわ、めっちゃ囲まれてる。やばい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 やばばばいややばばばい。ちょっと待って、やばい。どうすりゃいいんだ、俺。急に殺しに来たな。俺を。ちょっと、そんなことしない子だったのに。どうする？正面だもんな。一匹、いや、一体食らうのはちょっときつい。俺の身使うか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。うわ、えげつね。やばい、めっちゃ下げられてる。ちょっと身代わり玉使う。逃げようか。身代わり入ってる間に。やばいな。てか不思議な床ないじゃん。俺能力下げられたけどさ、元に戻す。また来たよー。もうお前らは何なんだ、マジで。危ない。周り玉。いや、倒せる。倒せる相手は倒した方がいい。おい。うわ、当たんね。マジでか。よし。ちょっと待って。嫌な音2回入れられてるから、今めっちゃ防御力マジで本当に。丸裸だぞ。これ、このままだとまずい。ちょっと待って。いや、泥踏んだから、今6段階下がってる。これはまずい。間を見つけてくれ。ここだろ。来た。爆風だ。ちょっと待って、ここに来て物理攻撃系モンスターが来た。ちょっと地震とか使うなよ。絶対使うなよ、お前。身代わり使おう。うん、無理することはない。逃げよう。お、やるね。よし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 。移動しまーす。危ねえ。でも、こっから逃げの姿勢でもいいかもしれない。カバルドン倒すか。こいつは倒せる。うん、ちょっとなんかやっぱ正面から戦ってたら勝てねえぞ。PP マックスもないわけじゃないし、技は節約しなくてもいい。もう何でもいいから、もうここら辺は即折りでもいい。即折り、もう即折りに切り替えてもいいけど、ちょっと階段がない。こういう時に限って、来た、見つけた。わ、ちょっと階段塞ぎあった、こいつ。やばい。こいつら爆睡効くんかな。やべえ。どうしようか。ちょっと待って、これどうしよう。とりあえず身代わり玉使うか、まず。よし、いけいけ。攻撃されるがいい。よし、開いた！今のうち！死ぬなよ。もう一匹くらいちょっと身代わり作っとくか。あいつ死にそう。もう死ぬと思うから。ちょっと二人身代わり作っとく。あー！ちょっと待って！身代わりって一人までか！なにそのルール。行って！おい、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 おい。
ちょ、身代わり一人までとかそういうルールいらないから、本当に。そうだったのか、移動しときゃよかった、素直に。ミスった。早い、やられるのが早い。ガンガン囲まれてくんだけど。ちょっと待って、俺、もうダメだ、身代わり玉はなくなる、こんなことしてたら。フラフラ玉にしよう、ごめん、ちょっと。よし。こいつ、お前を倒す。開けろ、そこ。そこを開けろ。行くぞ。よし、はあ、最初からフラフラ使えばよかったな。身代わりなんて使わないで、うん、やっぱさすがにすぐ死んじゃうな。ただのリボンいらない。いや怖くない。いやむしろこのハッサムはこのタイプにとっては4倍弱点つけるから戦うに大事な相手ではある。ただ高速移動とか使ってくるし、異常だけどマッハパンチとかバレパンとか使ってくるけど、よし行くぞ。落ちない。よし、ふドキドキしちゃう。ちょっと待って、あくっついた。あ、ワープ玉、ちょっと大切なアイテムが一つなくなってしまった。じゃあ選択玉持ってるんだな。とりあえず移動しよう。とりあえず移動してからアイテム使うのを考えよう。いるね、カバルドンのせいでもうすっごい砂嵐吹きさ、吹きすさんでるし。一発食らわせて、からの二度蹴り。あ、いなくなった。あ、いるいるいる。よいしょ。オッケー。ピピマックス拾うね。うん。なんか二度蹴りゲーになっちゃうな。二度蹴りがすごい強い。あ、やばい、全然強くなかった。アクビング。ちょ、まずこいつ倒して、安全地帯まで移動したいが、起きてくれ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 、おい遅いね。ちょっと待って、これ敵の目の前だったらやばかったね。行くか。ちょっと待って、ソルロック。お前片付ける。お前後ろに行かしとくわけにはいかない。よし。で、PP マックス使います。うん。もういい。もうここならもうアイテム、もう無駄遣いでも何でもいい。ちょっと二度蹴り、はぁ、大部屋モンハウとか。腐ってやがる。くっそ。とりあえずまず、廊下に入ろう。ロックカット。上げろ。いくらでも早くなるがいい。なれ。オッケー。もういいか、怠慢で全部やるか、お前ら。戦ってやるよ、しょうがねえな。お前ら、俺が二度蹴り、ずっと二度蹴りぶっぱしてやる。当たらない。やばい。あ、違う。ミルタンクが受けてんだ、こいつ。ライフで受けてやがる。ミルクのみ。うわぁ。全部、二度蹴りで。後ろのやつが受ければいいじゃないか、じゃあ。かばえ。肉のみ、回復し、するね。結構回復するね。でも二度蹴り打てば。よし。オッケー。二度蹴り強い。なんだこの技。レイは、ちょっとこいつだけ火の粉使って倒そう。燃やす。虫は消毒しなきゃ。お虫は消毒しなきゃ。やばい、倒しきれない。我慢、二度蹴り。後ろのやつがかばうかもしれないから、二度蹴り打っとかなきゃいけないんだよな。守った。ああ、そうそう、今、かばわれてるよな、これ。催眠術はははは。ちょっと待って、これ。ちょ、負けフラグ立つぞ、これ。おい、ちょっと立ってるって、これ。待ってって。おぉ。カゴの実食べよう。よくない、そういうのとか。ねえ、兄貴、大丈夫。吸収当たんなければ死なない。何々しなければ死なないとかっていうのやめるか。それあれだな。ああ、死亡フラグってやつだな。後ろかばうね、お前ら。ちょっと待って、技がない。二度蹴りの PP がない。どうしよう。PP マックス使うか。ちょっと悠長かもしれんが。最高へ！外した！よし！オッケー！
まだいる。多いね。プレッシャー、いくらでもプレッシャーしてくれ。あ、やばい、通常攻撃しちゃった。お、大丈夫。炎のパンチな、一撃。よし。多いね。もういない。まだいる。あ、ちょっと待って。罠見えの弾使おう、ここ。モンハウだから。めっちゃある。怖っ。危なすぎるでしょ。あ、違う。こいつは、熱い脂肪あるんだった。様子を見ているってなんだよ。やばいやばいやばい、ちょっとこんなところで PP 節約とかいらないから。アイテム拾おうか。ほい。で、ちょっとね、洗濯玉を使おう。よし。でから、グミ食べます。お、超体格に賢さが上がった。こんなところで。登るか。次の回に。ほい。行くぞ。いやー、砂嵐のせいで足踏みできないの痛えなー。そして HP がきつい。うん。炎のパンチ。よし。倒せる。二度蹴り。一撃で持ってけねえのか。あ、ちょ、なんで俺今通常攻撃したんだ。そういうのいらないから。せめてつつくと。よし、行くぞ。パール。強烈の実。罠の玉いらない。が、まあ、内容がマシか。うわ、首出た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 。ちょ、まず倒そう。まず倒そう。スモ。来るなよ。来るなよ。敵来ないで、寝てる間に。来たー、頑張れ。晴れた。お、来たー。オッケー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 。いいタイミングだと思うよ。うん、よし。うわ、痛い。キノコで。よし。ハッサンは怖くない。出会い頭で一発食らっちゃうのがすごい。来るけど、よし、行くぞ。90回俺はこのダンジョンを攻め合わせる。行くぞ。もうそこ降りだ。もう階段を見つけ次第俺は降りる。チルタリス。炎のパンチだよ。当たんない。痛えな。やっぱり全然効いてない。てえ、お前。よーし、レベルが、ここに来てレベルが上がる。これも美味しいね。うん。常連の実を拾って、ポーペちょっとこれもう、ほんとにさ。こいつ、いや、二度蹴りで倒せるはず。倒せてくれ。よし。オッケー、攻撃させなければどうということはない。まあ、経験値が多いだけの的でしかない。お前は、よし、行くぞ。92回。だな。縛られの種でも投げるか。アイテム全部使おう。やだ、お前も、お前もやだ、どっか行ってくれ。飛ぶがいい。あ、ぶんない、危ない。危なす。ちょっと待って、もう投げる。ほら、お前らと戦う気はない。引き寄せの玉、お、来い。行くぞ。運命の音93回。ワープの種、いいね。離脱。ああ、やっぱトロピューティング。トロピューティングは火の粉で倒せるから大丈夫だと思う。あ、倒せない。やめて。飛行は、ちょっと、守ったとかいらんから、そういうの。本当に。そういうの本当にいらないと思うんですけど。なに、チルタリス。あ、やめろって。お前と戦ってるわけじゃない。やめてくれ。そういうことはしなくていいんだよ。道具、ちょっと引き寄せの玉使おう。そんななかったな、ここ。ほい、じゃあ行くか。
階段だ。もう降りれるけど、ちょっと引き寄せの弾使うか。なんか微妙だな。よし、行くか。ほい。広いねー。俺も今嫌な予感したもん、これ激流発動からの。ちょっとどうしよう。こんなとこで死ぬわけにはいかねえ。こんなところで、俺は死ねえ。どうする、何を使えばいい。いや、聖なる種。縛られの種とか外したら嫌だしな。聖なる種使おう。階段前に敵がいたら最悪。あ、てか、ちょっと待って。あ、てか、ここじゃん、階段のフロアってここじゃん。あ、なんかバカしたな、これ。はい、オレンの実食べる時間が来た。うん。オレンの実一発入れよう。もう一発入れて。当たんない。ちょっとさ、お前そこ留めさせて欲しいよね。よし。オッケー。もういい。あ、でもあのドーピングアイテム気になるけど。いや、もう今更ドーピングとかいらないから。よし、行くぞ。よし。ガルーラね。いや、とこいつそんな怖くないよ。一応火の粉で牽制しつつ。うん、オッケー。倒せる。倒せない相手じゃない。まあ、炎のパンチで。死なないのかなぁ。トルピス HP 高いなぁ。大した、強くないんだけど。うん、嫌だね、そういうの。マジで。いや、ほんとにさ。なんこの90回以降の。なんか、ぶっ殺しに来てる感じ。ちょっと、ありえんって、これ。どうせいいんだろうか。ワープの種使うか。お、来た、神。神展開来たる。神々しい雰囲気になってきたぞ。なんかおかしい。変な感じになってきた。ちょっと特攻いきなり下げられてんだけど。初めて来たわ、こんなとこ。97階。ここが神のおわす間か。ちょ、階段。いらないって、そういうの。神の間に、俺は一歩一歩今近づいている。ロズレイド。パンチで爆殺だ。よし。お前は、ノアプ玉だな。どっか行け。今俺は神になる。ワープ玉。お前もどっか行け。よし、行くぞ。98回。参加ここで。ちょっと待ってよ、身代わり玉使おう。ほい。もう道具ばっか使うかな。あ、なんかこんなところに隠れ音商店がある。払いのけ玉、特に珍しいものが売ってるわけでもないけど。お、生き残ってきたか、お前。じゃあ俺が倒してやろう。よし、技入りの罠。いや、いらない、そう。ザリガニ、うわっ、あぶねえ。はい、ここで終わりです。というわけでですね、次枠。でですね、はい。まあ、最後になるか、それともこの回で死ぬかのどちらかですね。はい、じゃあそれでは。次枠でお会いしましょう。バイバイ。
すごいやばいね。ちょっとね、これね。でも、いつ死ぬかわかんないから、これちょっと怖いね。はい、じゃあそれでは、次回でお会いしましょう。さよなら。俺はクリアするぞ、これ。ちょっと30回くらいの時に、撮影ミスしちゃったけど。ほら、これもう動画化する。行くか。最後の前、進もうか。神への謁見を許されるか、否か。それでは、始めていきましょう。ちょっと大丈夫？これ、撮影できてる？こんなところで撮影ミスとか本当にいらないからね、そういうのね。はい、じゃあやっていきますか。二度蹴り。よし。ザリガニは相手じゃねえ。行くぞ。ただ、ここに、この地形になってから、あ、階段来た。ちょっと待って、もう、早い！開始10秒ぐらいで。いや、7枚。行くか。ここに、俺は、今行くぞ！あれ？普通の回な？あれ ?99 じゃないの？ちょっと待って、99、ちょっと待って、終わったかと思ったけど、まだ終わってないね。はぁ。行くか。はい、ここまで。多分これがラストだと思う。行くぞ。終わらせるぞ、すべての戦いに今終止符を打つ。エルは石像を調べてみた。時空を超えて心を一つに。これが全てを生み出したと言われる伝説のポケモン、アルセウス？時空のオーブを手に入れた。なんだこのアイテムは。運命の塔を見事クリアした。なんだ、時空のオーブって何？ちょっと待って、なんだそれは！そのアイテム何？てってっててーんとかってなったけど、次の朝。いや、ちょっと、うん。これ、もう、いつも通りだよね。こっから。ほい。技の威力がわかる。時空を超える力を持った究極のオーブ。持っているポケモンは技の威力が上がり、その効果は使う技の威力が大きいほど増大していく。へー。時空のオーブっていうアイテムだったのか。あそこに眠っていたのは。はい。というわけでですね。終わりました。運命の塔99回。クリアしましたね。アルセウスの銅像があったというわけで。アルセウスがいるわけではなかったけど。うん。一応あれは神の分身に出会えたのかな。このゲーム、これにて、それではじゃあ、本当に終了させていただきます。はい。ご視聴ありがとうございました。いや、ちょっとこうして終われてよかったな。すげえ長い道のりだったから。うん。辛かった。いや、運命のと辛かった。うん。じゃあ終わるか。はい。お疲れ様でした。じゃあちょっとセーブして終わろう。うん。結構いっぱいアイテム持ってきたけどさ。よっしゃ、冒険、トップメニューに戻るか。はい、じゃあそれでは。次回の実況でお会いしましょう。何のゲームやるかわかんないけど。これ、やっとポケモンダンジョンが終わった。うん。はい、プレイ時間111時間51分43秒。203回の冒険にてですね、全クリを収めることができました。はい。お疲れ様でした。長かったなぁ。てかさ、その実況のためだけに100時間やったって頭に言ってるよな。まあ楽しかったけど、普通にゲームをプレイする俺としてすごい楽しかったんだけど、いやなんかこんなにやり込んだゲーム久しぶりだわ。うん。なんか最近さ、その、ちょっと俺成長ではないけど、その、なんかだんだん老けてきてさ、なんかやるゲームこんなに楽しめるゲームなんてなくて、うん。いや、すごい。いい経験になったかなと
思っております。そう、本当にね、そのなんか RPG とかだと、なんか世界観に入り込めずに5時間ぐらいでやめちゃうことが多かったんだけど、この100時間も できるとは思ってなかったな。まあ、というわけで、それでは、皆さんこれにて終了しようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、See you next time! バイバイ！お疲れ様でした。さよなら。終了です。終了です。ちょっと放送的には5分くらいしか経ってないから 全然さ、やってない感じだけど、終わりましたね。はぁ、長かったなぁ。運命のどう長かったなぁ。てか結局、ニョロトニに出会えなかったな。すいません、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ちょっと、動画編集してウップするわ。ちょっとね、撮影、録画ミスった部分はなんかどうにかする。なんかテロップかなんかつけて。補っとくわ。おすっげえ。ちょっとね、次やるゲームがね、何をやるかすごい迷ってて、そう。超不思議のダンジョンってのもさ、ちょっとやってみたいよね。ググってみよう。ポケモン超不思議のダンジョン？調布市じゃねえよ。まだあれ発売されてない。新作実況ね。いや、RPG はダメなような気がするけど、どうなんだろうね、ちょっと。まあ一応見てみる。著作権的なの見て。だけど、どうなんだろうな。任天堂のゲームって、意外にその、許されてたりするんだよな、実況が。そう。だから、いけんじゃないかな。で、あと中ソフトのゲームが許されてんだよな、著作。そう。風雷の試練とかってあれ、そう、法的に OK なんだよ。ニコ動で実況して。ああ、風雷はやらないけど。トルネコの大冒険ね。ちょっとローグライクはなだって釣れんだもん。うわ、マジ運命のとクソ辛かったわ。なんでこんなに大変なん？ 6 時間くらいかかったんじゃないの？攻略に。一回ノーミスの時だけで6時間かかってて、実際はもっとさ、20時間くらいかかってるわけなんですよ。え、こんなダンジョン俺何個もクリアする。やばいよ、マジで。ローグライクってやべえなって思った、ポケダンをやって。異常だった難しさが。ちょ、なんか今度は普通の謎解き RPG とかがやりたい。すごい辛いわ。いつ発売？ 9月17日か。へぇー、超不思議のダンジョン。720種類のポケモンがいるんだ。なんか今回はアルセウスが出てくるっぽいね。空の探検。見てた？来た。お疲れ様でした。いや、ちょっとね。感動ものですわ。もう疲れた。ちょっと他の実況の準備するわ。明日から新しい実況が始まると思いきやそういうことはないけど。多分来週くらいからまた新しい実況始めるなんかゲーム用意して。期待しないで待っててください。そうだね。いろんな顔があるな。いや、ポケダンやばかったな、マジでな。ポケモンダンジョンってこれ、マジ、むずいな。ガチゲーだな。こんなん小学生とか小学生の俺だったら多分泣いて投げ出してたわ、こんなん。今になってなんかいけるっていうのが、あるんかなっていう、そう。これやべえわ。あの頃の俺じゃ、なんか、ストーリークリアで多分思ってただろうな。そう、超不思議のダンジョンはね、9月17日に発売だって、今年の。だからちょっと時間があるから、もう一本実況挟めますね。
ポケダンの、なんか、まあちょっと挟むわ。なんかやるわ、明日から。俺ポケダン、ポケ、あの、明日からはちょっとウープできないけど。うん。ちょっと明後日、明後日じゃない、来週くらいまでには、ちょっと新作の準備をして、やるわ、なんか、実況を。ちょっと俺、踊ってみた。急、踊らずに実況プレイするわ。体重増えてきたから、人前に見せれる体じゃないから。ゆうなま。あ、ゆうなまも面白そうだよな。あれ、2だ、2までだっけ今出てんの。俺なんか実況見ちゃったから、ちょっと知ってるけど。うん。まあでも、そんくらいでもいいよ。攻略ゲーだからな。勇者のくせに生意気だ。うん。なんか、セピアさんとかの、ゆうなま見たな、俺。あの頃が多分一番セピアさん面白かったな。勇者30、あれ、結構難しくない。なんか、すごい、あの、そうね、勇者30もなんか実況見たな。今日は普通、そうだね、なんかやっぱ人に見られてるってのがでかかったのかな。あの、やっぱ皆さんの温かい目線があったからこそクリアできたということですね。はい。いや、そう、実際そうだよ。あの、一人でやってると本当にね、あの、適当、投げがしろにやっちゃうけど、なんか、なんか下手なことできないなって思ってて。皆さん、その、やっぱ上手い人も見てるじゃん。上手い人もクリアした人とかもさ、見てるから、下手なことができないなって思って、ちょっと緊張感を持ってできたのが非常に良かったですね。勇者30、あれアクションっぽいよな、なんか。どっちかっていうと、そう反射神経っていうか。言う名前、まあ、ちょっと考えるわ。そう、あの PSP をね、キャプチャーできないんだよ。昔はできたんだけど、そう、キャプチャーの機材なくしちゃって、PSP がキャプチャー、そう、現状 3DS しか、3DS か DS しか、キャプチャーができないから、それしかちょっと実況できないんだけど。こんな感じかな。ほい。終わるか。じゃあちょっと最後に超不思議のダンジョンの宣伝だけして終わろう。せっかく実況させてもらったから、ポケモンダンジョン空の探検隊。ほい。宣伝するわ。よいしょ。超不思議のダンジョン。こんな感じ。9月17日に発売するらしいですね。どうやら。お楽しみにって感じ。そうだね。エンペルトの下りがやばかった。二度蹴り一発目外して、下手にエンペルト削っちゃったところで、そう。バブル光線を、激流発動で撃たれて、なんか100以上ダメージ食らったんだよな。それ残り HP がね、なんか2か3か4くらいだって、で、うん。あそこだけは本当に、もうなんかエンペルトを舐めてた。これ二度蹴り一発じゃ死なないことを知りながら、そう、片方でも外れたら、ああいうことが起こり得るにもかかわらず、ああいうプレイングをしたのはちょっとね、うん。ドヤ顔でポケダンウィキに参考動画。いやでも実際バシャモでクリアってさ、ちょっとすごくないか？まあ、してる人もいると思うけど。バシャモクリアは、まあ、そんな、バシャモ自体はそんな弱キャラじゃないけどさ、強キャラでもないじゃん。そう。俺結構さ、すごい嬉しいんだけど、クリアできて。まあ、若干その最初の方が運ゲーだったから。そう、でもウィキにバシャモクリアの画像はウップされてた。うん。バシャモでアルセウス像の前に立ってる画像が、ウィキにアップされてたけど。ちょっとニコ動にあげるわ。そう、ちょっとさ、録画ミスしちゃったんだよな。21回から30回まで。ルカリオは無理。いや、無理。ルカリオ技範囲狭いのと、技 PP が少ないのが厳しい。弱点もあいつすげえ厳しいんだよ。格闘弱点とか。まだバシャーマンの方がいい。うん。ちょっともう一回あそこの温度はね、血の気が引くわ。うん、そんな感じですかね。終わるわ。
まあ、これで、あれなんじゃない、ローグライク上級者の仲間入りできたんじゃない一つ。一つなんかこう、自慢できることができたよね。俺、ポケダンの運命の塔クリアしたことあるんだぜ、つって。知ってる人なら、お、すげえなってなるよね。なんか人に自慢できることが一個できたね。なんかすげえしょぼいけど。しょぼいけど、すごいよね。なんていうかこう。B ランクの動画は初、わかんないけど。うん、まぁ、ちょっと、明日、明後日くらいにちょっと編集して、1週間以内にはウップするから、まぁ、そうだ、伸びねえかなぁ。ウップしたら伸びないかなぁ、運命の塔の動画。ただ、撮影ミスしたのだけは痛えな。10回くらい、ポンと撮影ミスしちゃったから。一枠丸々撮影ミスしたんだよな。それだけちょっと痛いけど。はぁ、そうだね。まぁ、とりあえず、それでは。ちょっと、なんか動画の上げる感じとしては、今までの実況とはちょっと分離した感じで、普通にもう、運命の塔攻略実況みたいな感じでウップすると思います。おそらく。うん。で、一応、その、ダイジェストとかつけない。ダイジェストって英語でさ、ダイって書いてさ、死んだところ集みたいのは、あ、でもつけようかな、エンディングに。なんか、今すげえ早く終わっちゃったから、エンディングつけるのもありだな。なんかワクワクしてきたわ。動画編集が。はい。じゃあそれでは。さよなら。じゃあちょっと次枠なんか、やるか。今日12時ぐらいまでだから、あと2枠じゃなんかやるか。うん、はい。じゃあそれでは、バイバイ。まあ、ガオンかな。多分ガオン。あ、ちょっと待って、ロケハンするわ。新しい実況プレイ動画の。それだけやる。はい。じゃあすいません。お疲れ様でした。